はいはい、何ですか、何ですか。質問があります。おお、いきなりですね。どうしました？どうしました？ペンはどう数えますか？ペン、ペン。はい、ペンです。ペン？ペンは一本かな？一本。ペンが一本。はい、そうですね。そうやね。うん、そうやね。二つになったらどうですか？二つになったら二本かな？二本かな、はい？そうです。どうした？どうした？なんかあった？どうしたの？じゃあここに一つだけお箸があります。はいはいはい、うんうん。何？一本のお箸、うん、当てますか？一本の、当てる。一本のお箸当てるよ。当てるよ。あ、うん、うん。じゃあ二、うん、本になったらどうですか？あ、一膳だね。あ、一膳だね。日本語が嫌いです。はい、なるほどね。そういうことね。あ、今日はそういうトピックですか？まあ日本語はね。本当にすごいね、確かにその辺は。なぜ日本ではないんですか？うん、あ、なぜ？なぜで言うと箸の数え方がそうとしか言えなくて、うん、めっちゃ難しいです。あ、せやな、まあ、物の数え方とかはめちゃめちゃ種類多いと思う、日本語はね。あ、うん、そうですか。あ、めっちゃ多い。例えばね、例えばペーパーね、紙、ペーパー、うん、のペーパー、うん、right? それは、どうやって数えるか、それは多分知ってるね、ペーパー、うん、うん、1枚、せやね、そう、1枚2枚みたいな、そんな感じだよね、うん、でもそれが手紙、you know, letter、うん、ね、手紙になると1通の手紙、そう、1通、うん、2通って変わるんですか？そう、そうなの、変わっちゃうのよこれが。それが難しいよね、日本語はね。何ありますか？他に、他に めっちゃあるよ、まだまだめっちゃあるよ。教えてほしいです。ちょっと待って、本当にそれ言うだけで多分全部のこの回終わっちゃうぐらいやけど、例えば、うん、例えばストロベリーね、ストロベリー、うん、イチゴは1個2個って数えるの、うんうん、でもメロン、ウォーラメロンね、は1玉2玉で、はい、フィッシュね、フィッシュ、うん、で魚、魚ね、うん、は生きてる状態、そう、フィッシュ is alive、うん、1匹2匹、はあ、but after they dead は死んだとは1匹、はあ、2匹。ちょっと待ってください。ない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 、一匹二匹ですか？あ、そう、そうなのよ。そこもね、変わる。その一匹二匹、うん、だから匹なんやけど、一は一匹二匹みたいな、まあ、読み方も変わるから、日本語の難しいところがね。変わるんですか？そう、めっちゃ変わるよ。例えばさ、パーソンね、うん、人は一人、二人、三人、四人みたいな。は数字ね、数字のね、しかも読み方、そう、 The way to read 自体もなんか一人、これ person ね、うん、で例えばキャットなら一匹、そう、one cat を一匹、one person は一人、で one car は一台、全部one なんやけど、一なんやけど読み方が全部違う。日本人はみんな知ってますか？あ、日本人は全員知ってると思うわ。これぐらいまでは多分全員無意識に知ってるというか覚えてるみたいなところはあると思います、うん、はいはい、なんでそんなに ややこしいですか？ややこしいって思うこともまあ俺たちはないねんけど、まあ、英語から比べるとね、そうね、でも理由まではちょっと分からんかな。英語はシンプルです。そうよ ね、英語はね、一人称とかもあって You、うん、あなたは You だけやもんね、うん、日本語は何がありますか？あ、日本語の You、 あ、それはめっちゃあるよ。例えば、あ、愛、例えば愛やったとするやん、そう、私やったとしたら、自分のことなら、まあ自分もそうやし、うん、私、私、僕、俺、は、私、私、あたい、わいとか、うち、オイラとかオラとか、もうまあこの辺は全部ですか？これ全部使って、でもしかも少し古い言葉、なんか本とか読んどったら出てくるのは、うん、拙者とか、小生とか、足、手前はとか、自分のことを、それも全部愛やね、本とかで。英語は愛だけです、ね、愛だけだからな、そう。だから、まあだからこそ日本語はすごく美しい表現もいっぱいあるなって。美しいですか？俺はすごく美しいって俺は思うよ、日本語はね、うん、例えばどんなですか？例えばか、多分、まだちょっとベラには難しいとは思うんやけど、うん、はい、例えばね、お花がさ、フラワーがね、うん、悪くなっていくことを枯れるっていうの、お花が枯れる、そう、 flowers getting bad、 お花が枯れる、そう、 getting bad の感じね、そう、 the flowers wither みたいな感じ、okay.で、そう、ダイの感じ。でも、そう、そんな感じ。でも、日本語には、その一つだけでも、たく
さんの表現があって、その桜、チェリーブロッサムね、は枯れるんじゃなくて花が散る、花が散る、散るやし、舞い散るって言えばいいし、あと椿っていうお花があるんだけど、椿英語で何回忘れたけど、椿は落ちるっていうのね。そう、でも everything が getting bad なの、舞い散るやし、椿は落ちるみたいな、でバラ、そうローズね、ローズは枯れる、そうすれば普通だけど、アジサイはしおれるし、朝顔は、しぼむしみたいな、そうでも everything is get, just getting dead みたいな感じ、みんな知っていますか、あどうなんやろ、ここまでは日本人でも知らん人が多いかもしれない、そういや no everybody doesn't know かもしれない、そうでも俺は本とか日本語が大好きやから、知ってるって感じかな、本、うん、本とかいつも読んでますね、うん、そうそう、日本語っていう言葉がね、俺はすごく好きなのよ、大好きなの、はい、なんか花が枯れるっていう一つのことなんやけど、本当に just getting bad、flower is getting bad なんやけど、そこには so many expression やから、そたくさんの描写があって、すっごい俺は好きそうになって思って、何が違いますか、うん、あ何が違うかか、まあこれはね感覚的な話になっちゃうんやけど、わかるかな説明してな、わからない気がします、ちょっとな難しいよね、例えば椿の花が枯れたっていうよりも、椿の花が落ちたっていう方がなんか季節の移り変わりを感じれたり、その寂しさみたいな部分も含んでるんやけど、まあ難しいね。でも知りたいです。うん、知りたい。まあそういつか本当に多分分かる時がね、来るといいね、ベラにもね。いつか分かると思う。うねうん、10年ぐらいかな。じゃあ、うん、はい。今からはインスタで集まった質問に回答していきます。はい、Q&A ね。はい、Q&A ね。はい。Q&A が大好き。ペンネームオーゲスト葉月さん。はい。好きな漢字は何ですか。好きな漢字、好きな漢字、言った漢字ね、漢字、 What's your favorite 漢字で知りやすくなる感じで、でもベラってどれだけ漢字知ってる、あまり知らないです、そうやね今日本語を勉強してるノートがね、うん、ベラあるんやけど、まだねひらがなとカタカナやから、漢字の勉強はまだねしてないね、漢字は難しいです、まあね漢字めちゃめちゃあるからな、普通に使う漢字だけ、うん、常用漢字だけでもなんか3000とぐらい、too many そうめっちゃあるから、なんかその漢字何個かは知ってる、うん、いくつかは知ってる、なんか見たこととかある、あります、あるある、その何か覚えてるものってあります、うん、何をしてる、館え、どういうこと、どういうこと、館、はい、あの建物の館、ああええ意味は知っとる、意味は知っとる、分からないか、意味は知っとる、ちょっと待って、ええ書ける、今書ける、今書ける、うん、えちょっとさ、じゃあちょっと待って、あのこの iPad にちょっと書いてみて、書いてみて、うんうん、おおすごい、あちゃんと館やな、あ館ね、かん、いやそうそうかん、そうそうかんかん、うん、館って言うけど、ちょっとこれ動画に出しますわ、うん、これベラが書いた館、これ、うん、これどうですか、あいいと思う、いいと思う、すごいよ、すごい書けてるか、いない書けてる、でもどこで覚えたの、ゲームで出てきたの、ゲーム、うん、何のゲームか覚えてる、覚えてる、さあそれは覚えてないのね、まあでもなんか忘れて覚えてるんやね、これはね、うん、あそういうことね、うん、なんで館だやろ、漢字も勉強したいです、うん、あ漢字、まあねそれ、うん、まあ少しずつでいいよ、あんまり頑張らなくていい、うんうんうん、はい、じゃあ次の質問いきますか、はいはいはい、はい、ペンネームスタンプさんから来ています、ありがとうございます、はい、なんじゃこれ、体重 99kg の人がいたとして、ん、体重 99kg の人がいたとして 1kg のポテトを食べたとしたら、その人の体の 1% はポテトってことになりますか、これベロにあったかからな、そう必須エラー、 I don't understand いや、understand だね、意味が分かる、いやからな、ちなみになんでこの方はこれをインス俺たちのインスタに質問してきたんだろうな、何ですか、分からん、まあでも俺はこういう質問が好きですです好きです好きです、そうこういうねバカな質問、ストゥピッドクエスチョンもね、すごく好き、どう思いました、えどうなんやろなんかパーセントを、割合を何で表現するかやと、うん、まあ俺理系やからね、うん、そう言うと、その人の質量で単純な物理現象として、その他の現実的なね要素を全部取り外して理想形で厳密に計算しますってなった場合なら、質量ならまあ
そうはなるかなと思うけど、まあ、全然分からへんな。日本語ですか。いや、これ全部日本語、全部日本語。そうそうそう。わかりました、どうぞ。はい、あ、いいの、これ話し続けていいの、いいの。いいんですよ。ありがとう、ありがとう。で、じゃあ遠慮なく続けるな。じゃあ、まあ、ベラも頑張って理解してな。はい。いける？いける？うん、じゃあ、ゆっくり説明するわ。ゆっくり説明するか聞いててな。うん、その、理想形と仮定して、質量で計算したら、1% はポテトかも。でも言ったけど、体積で計算する場合は、まあ、絶対にはそうならんかなと思う。だからゆっくり言うで、ゆっくり言うで、だから質量で計算する場合は可能性として 1% になる場合があるかもしれんけど、体積で考える場合はその人の人体の密度とポテトの一つずつの密度とかによって依存はするけど、ちょうど 1% になるってことはありえんかなと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ、こういう質問もね、じゃんじゃんいただければと、この YouTube のコメント欄、この YouTube のコメント欄とかにもね、どんどんください、ください。うるさいな。はい、ください。じゃあ最後の質問いこうか。うん、はい、ペンネーム東洋 H7 さん。はい。うん、ベラさんの本職は何ですか。女優さんですかって質問ですね。うん、まあ、これはベラへの質問ですけど、ベラのお仕事、ベラのお仕事について聞いてるよ。あ、はい、私は、私はいろいろ教えてます、うん。そうね、そうね。まあ、まず女優とかモデルみたいな活動はしてないけど、フリーランスのデザイナーさんだね、してるし。うん、と、マネージャー。うん、ああ、そう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 、マネージャーもなんかね、こっちのイベント系っていうのかな、そういうなんかチームのね、マネジメントみたいなのしてるね、うんうん、してるね。はい、うん、だから基本的にはベラはフリーランサーなので、いろんな仕事をね、なんか一個のことをすぐやってるっていうよりはいろんなこと。何でも頑張ります。そうやね、そうやね、何でもしてるね。本当にいろんなことができるからね、ベラはね。いろんなことするよ、ね。でも、最後はシンガーになりたいです。うん、あ、そうそうそう。前もね、なんかいくつか動画では言ってたんですけど、ベラは、こっちで言うとシンガーソングライター。まあ、日本で分かりやすく言うとアーティストみたいになりたいね。うん、日本でそういう風な形になりたいって思ってるね。うん、で最近はね、なんか楽しく二人でいっぱい曲をね、はい、書いてるよね。歌ってました。ね、ね。